では前回のあらすじ、ベーグたちはスルズへ向かう。スルズに戻ったベーグは、自分の迷いや疑問をマルコラにぶつける。ラキアの勧めもあってベーグは村を見て回る。ポプラはベーグの励ましに応え、ピーチパイを片手に姿を現す。村人の和解のきっかけ作りにピーチパイを焼いてパーティーを開くことになり、ベーグとアガーテは村人たちに声をかけて回る。集会所に人々が集まり、予約以前の楽しさが戻り始めた時、ベーグの迷いは本当に大切なものに気づくと。はい、いや、パーティーももう縁も竹縄って感じでしょうかね。本当に美味しかったよね。懐かしい味だった。私も感動してます。やっぱりおばさんのピーチパイは最高だな。うん、パイ残っとるやんかい。私にくれ全部。俺のパイと何が違うんだろうな。甘いものは好きじゃないけどこれは別ね。甘いもの苦手なんだね、ヒルダ。じゃあおばさんに話しかけようか。ベーグちゃん、みんなとても嬉しそうに帰っていったわ。よかった、私もみんなと仲良くなってできないって思ってたから。ベーグちゃん、ありがとう。おばさん元気が出てきたわ。あなたのおかげよ。俺の方こそおばさんのピーチパイで救われたんだ。ありがとう。また焼いてあげるからね。楽しみにしててちょうだい。食べたい。それじゃ私は帰るわね。ベイグちゃん、皆さん本当にありがとう。ベイグ、もう大丈夫だな。ああ、みんな心配をかけてすまなかった。いや、心配してくれてありがとう。うん、まだまだ。よっしゃ、行くぜベグ。俺たちにはまだまだやるべきことが山ほどある。そうだね。ああ、そうだな。ごめんなさいベイグ、ごめんなさい。どうしたんだ突然。さっきお礼は言えたけど謝ってなかったと思って。私の愚かな行いのせいであなたもクレアも傷つけてしまったから。分かっている、もういいんだ。でも一言だけどうしても謝っておきたかったから。そこそこ。俺の作ったピーチパイ、ポプラおばさんのと何が違ったんだろうな。お菓子作りはお料理とは違ってさじ加減一つで出来上がりが変わりますからね。そう、でも俺のピーチパイだってうまかっただろ。まあそこそこね。いや、そこそこかい。その前に今ならクレアさんを迎えに行けそうです、ね、あ、バルカ行くんか。ああ、今すぐにでも迎えに行きたい。だがその前にやらなくてはならないことがある。世界中の争いを止めること。黒幕いいのか、やっぱジルバか。俺の周りの人たちが心穏やかに暮らすために俺はやらなければならない。姿勢も厄介よな、未だにな。私も同じ。うん、一人娘ですから。ねえねえ、女王様には兄弟とかいないの？ええ、私は一人娘ですから。寂しくなかった？ええ、ミルハウストがいつもそばにいてくれて、年の離れた兄のようでしたから。へえ、女王様とミルハウストって昔からの知り合いだったんだね。アガーテ心の旅。今までいろいろな街を見てきたけれど、ここは本当に素敵な村ですね。あら、笑顔かわいい。何よ、ペトナジャンカだってスールズに負けないくらい素晴らしい街だぜ。そう、そうね。あ、そうだったわ。ペトナジャンカ行ったもんね。もっと早くこういう世界を知っていれば私も、うん、終わったことを嘆いても仕方がない。これからだ、これから。うん、ええ、そうですね。三度旅立ちの時、さあ行くよ。みんなの争いを止めなきゃ。いや、どうやって止めて行きましょうかって感じなんですけど。うん、ね、ベーグじゃない。おー、戻った。
スールズはこれで大丈夫だろうと思いたいけどね。いつでもスールズに戻ってくるんだよ。ありがとう。あ、仲直りしたのかな、この二人も。お父さんとお母さん元気にしてた。クリアも元気そうね。あ、休みは大丈夫かな。ゆっくり話をしよう。はい、いい村やな。やっぱ迷った時はふるさとに帰るんだよな。あ、ポプラおばさんにも挨拶していくか。本当にありがとう。この村が元気を取り戻したのはベイグちゃんとクリアちゃんのおかげよ。とてもいい顔をしてるわベイグ。帰ってきた時とは別人みたい。ありがとうおばさん。おばさん、壁を乗り越えたんだな。おじさん、そろそろそれもやめないか。お父さんお母さんでしょ。前にも言ったじゃないか、お前は私たちの息子なんだ。亡くなったご両親がお前にどれほど大きな愛を注いだかは私たちにはわからない。でも私たちの気持ちはそれに負けていないつもりだよ。あ、でもお父さんお母さんって呼ばせちゃったらクレアと結婚するときにどうすんだよベイグ。 ありがとう父さん母さん。まあでもあれだね、あの将来はね、あの義理の息子になる可能性ありますけれども。ベイグ、いつか本当のことを話してね。クレアのこと、あ、私たちなら大丈夫だから。気づいてる。どなたか知りませんが、我々のためにありがとう。ああ、ま、私は。いいえ、わかります。クレアは、俺が必ず無事に連れて帰ります。待ってるよ、ベイグ。行ってきます、父さん、母さん。マジか、知ってたのか。シャオルン、試練の答えがようやく出た。お前は俺に聞いたな。俺の隣にいるのは誰かと。あの時俺はアガーテの姿をしたクレアのことをクレアだと答えた、うん、そう自分に言い聞かせようとしていた。お前は俺の迷いを見抜いていた。今なら迷うことなく言える。ここにいるのはアガーテだ、うん、クレアの姿をしていてもその心はアガーテなんだ、うん、大切なのは人の心だ。うん、そっか。それだけか。本当にこれでいいのか。僕は答えを用意していたわけじゃない。君が見つけ信じることこそが答えなんだ。その答えが正しいかどうかは君たち自身の手で確かめればいいんだ。ああ、やってみるさ。なんだ、この音は。何？わからない。でも何かおかしい。え？確かめるんだ。早く僕に乗って。はい。ねえ。ざわざわする。ざわざわ。早く僕に乗って。ちょっと手紙がざわざわする。なんだ、すごく嫌な予感がするんだ。地面割れてるとこか。大丈夫かな。前兆。なんだよどうしたってんだよ。こんな地鳴りはこれまでにはなかった。枯れ際中に轟くような。ねえ、どうなるの僕たち。落ち着いて、マオ。すごく嫌な空気が。何が起ころうとしているんだ。シャオルーンの予感。早く僕に乗って。大変なことが起きそうな気がするんだ。じゃあ乗りますよ、シャオルーン。何が起きてるの。とにかく音の原因を探そう。全速力で行くよ。はい、聞こえてくる。この地鳴り、この気配、何が起きているというんだ。ちょっと上に登ってみようね。なんだ、海の方か、どっちの方。バルカの方とか。もう何か起きるとしたらバルカだよな。クレアもいるし。な
んだなんだ。さあ、ここバルカの方ですが、いや何もないか。あ、何もないね。どこだ。どっち、北の方。まだ行ってないとしたら北の方だよな。さあ、ここなんだろ、何なんだろう。なんか建物があるんだけど、ストーリー上で行くかなって思ってまだ行ってないところですね。あれ、何もない。あれ、どこだ。どっちの方向。ん、あ、なんか揺れてる。これは一体。僕にもわからない。おい、見ろ、やだありゃ。ん、ラジルだ、ラジルだが。え、ラジルだ。もしかしたら負の感情の影響で。どういうことだ。ランドグリーズなら詳しいことを知っているかもしれない。話を聞きに行こう。サニータウンなら急いでくれ、シャオルン。うん、全速力で行くよ。サニータウンか。え、わー、すごい。おー、崩れちゃった。シャオローなら。ランドグリーズに話を聞こうぜ。はい、異変の真相を知る者。ランドグリーズならこの異変の真相を知っているかもしれん。とにかく急いでサニータウンへ行こう。何に帰る。世界が滅ぶというのは、世界中がラジルダのようになるということなのか。もっともっともっと深刻な問題なんだ。全ては無に帰る。無に帰る。無？どういうことだ。つまり何にもない状態。人も世界も、僕たち星獣も、え、僕たちにすら全く想像がつかないんだ。とにかくランドグリーズに話を聞こう。はい、沈んだラジル。そう、そこはちょっと怖い。ラジルダの人たちはどうなったんだろう。そうだな、花屋のことかイーゴルとか大丈夫かな。そうだよね、無事だといいけど。病気の子供もいる。そう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 、おばあさんとかも。軍が動いていれば救出されているだろうが。時間ができたら連中の無事を確かめに行きたいな。そうだね、イーゴル大丈夫かな。ランドグリーズなら。ランドグリーズのところへ急ごう。はい、サニータウンへ。ランドグリーズのところへ行こうぜ。この異変が何なのか教えてくれるかもしれない。はい、じゃあサニータウン行きます。ラジルド沈んじゃったね。なんかこう土地が沈むっていうのあれだな、なんかアビスを思い出すな、ね、アクゼリウスとかさ。さて、サニータウンに来ました。ランドグリーズはまたあのワッポイントあんのかな。あった、行くぞ。星獣たち激怒してない？大丈夫？星獣よ、教えてくれ。一体何が起こっているんだ。人の心より生まれし負の力が悪しき力となって世界を滅ぼさんとしておる。ラジルダはその負の感情が他の町以上に高まりすぎ、あのような災いを呼んだのだ。あ、確かにラジルダそうだったな。え、じゃあベルサスも同じようになるんじゃないの。どうなんだ。このまま放っておけば他の町も負の感情が招く災いによって
滅ぼされるであろう。そんな、僕たちいろんな町へ行ってみんなの争いを止めたのに。目に見える戦いを止めても、心に憎しみの火種がくすぶり続ける限り、争いが消えたことにはならない。我らの王が懸念していたのは、このような事態だったのだ。聖獣王の判断だ。間違っていなかったのかもしれない。もうじゃあ、こう負の感情が高ぶって、こう大陸が消滅する無の状態になるっていうのも見越してたのか、ギョルギアス。それって、人を滅ぼすってこと？そうだ。そんなのって、聖獣の皆さんの力でなんとかならないですか？人の心そのものを私たちが左右するのは許されることではありません。そんな、もう俺たちには何もできないのか。このまま滅ぶしかないのか。世界を救う方法はある。残されたただ一つの方法、それは聖獣王の復活だ。ギャルギアス復活させんの？うそ。聖獣王、ゲオルギアスの復活？そうだ。この世界を司る聖獣王の力をもってすれば、この災いに立ち向かうことができるである。おいおいおい、最初の状態に戻っちゃうじゃん。じゃあ思念がどうたらとか、またそういう問題も出てくるってことやろ。だが聖獣王は、ヒューマ殲滅の考えを変えておらぬかもしれない。そう、でもあのさ、その復活したギョルギアスをさ、また私たちが倒しちゃったらさ、また思念が広まってさ、ヒューマとガジマの対立が起こってさ、もうループやん、ループ。いや、この争いの状況からすると、人そのものを滅ぼさんとするやも。ゲオルギアスを説得できるかどうかというところか。そうだ。お主ら人にとって、これは最後の賭けだ。賭け。聖獣王を蘇らせるべきか否か、もはや我々には判断できん。クソ、聖獣はそうだよな。その答えはお主らに委ねたい。責任重大やんな。どうする？でもやるしかないよね。ゲオルギアス復活にかける。まだ小さくて弱いが、ようやく光が見え始めたんだ。人の心という光が、それをゲオルギアスに伝えたい。以前お主らが倒した聖獣王は不完全だった。あ、そうなんだ。完全体来る。次に戦うことになれば、命の覚悟が必要である。ピエ、説得すれば戦わなくても済むんだろう。ヒューマにガジマ、その両方を合わせ持つ者、心が入れ替わった女王と聖獣に作られた命、俺たちは種族も生まれも違う。だが俺たちは手を取り合い、ここまで来ることができた。俺たちならできる。種族の共存を示すのに俺たち以上の存在はない。よかろう。ならば獣王山、獣王山へ向かうのだ。ついに出てくるわね。あのね、角が普通ピッて立ってるように見える山、獣王山。バルカの、バルカの北にある聖なる山です。うん、そこに王家の者だけが知る聖女があるのです。そこに聖獣王の古きムクロが眠っておる。まさかそんなところに。お主らが聖獣王を味方につけられるよう祈っておる。はい、どうも。よし、もう行くしかないな。やるしかない。世界が危ない。他の町でもこのようなことが。今のところ他の町は大丈夫じゃない。怒るよね。でも放っておけばきっと。しかしスールズのように元に戻ったところもある。うんうん、それよりも負の感情の高まりすぎたところがずっと多いんだ。
このままだと世界そのものが危ない。環境をどうにかしないとって話やね。急いでゲオルギアスを復活させなくては。そのためにはゲオルギアスの復活と。でも不安なんだ。本当にゲオルギアスを復活させちゃって大丈夫なのかな。俺たちならゲオルギアスを説得できる。うん、僕もそう思うよ。でも不安なんだ。もしゲオルギアスに認めてもらえなかったら。魔王、信じるんだ自分を、そして俺たちを。うん、そうだね。ごめん、行こう。うん、ラドラスの落日の目的。もしかしたらラドラス様はゲオルギアスの復活を感じて、それに対抗するために人々のフォルスを覚醒させたんじゃないでしょうか。そうだとしたらゲオルギアスの復活はお父様の意志に背くことに。ああ、ね、アガーテ様、ラドラス陛下は誰よりもカレギアの平和を願っておられました。陛下は必ず分かってくださるはずです、うん、不死身。ゲオルギアスはあの儀式の時に死んだんじゃないの。聖獣が完全に死ぬということはないんだ。その精神はどこかに生きていて、それを復活させれば肉体の再生は容易なんだ。じゃあゲオルギアスと戦うってこと自体無意味なんじゃないの。ね、精神はどこかに残るってこと。そうならないように、うん、俺たちはゲオルギアスを説得しなくてはならないんだ。ええ、そうよね。そうよね。よし、じゃあちょっと今回ここまでですかね。おお、まさかの聖獣王復活っていう展開だとは思わなかったな。ん？なんだ？すべては破滅の予兆にあらず。ん？溺れる死を滅ぼし、新たな世界へ生まれ変わらんとする。大地を発する歓喜の叫びなのだ。ん？迷うな、カレニアのために。聖獣に操られた者どもを獣王さんに近づけるな。ん？なんだろう。あ、ミルハーストと。何が起こっているんですか。ラジル団が壊滅した。分かっているのはそれだけだ。君は何も心配することはない。女王としてここにいればいい。ミルハーストさんは？出動命令が出た。私はこれから獣王さんへ向かわなくてはならない。獣王さんにある王家ゆかりの聖女にベイグたちが向かっているらしい。私は彼らを止めなくてはならない。場合によっては。ベイグたちはこの国を救うために戦ってます。あなたと戦う理由なんて、うん、この国を守るのは我々だ。得体の知れぬ者がその秩序を乱すとなればなおさら。でも将軍、出発の準備が整いました。すぐに行く。それでは陛下、行ってまいります。ベイク、私にも何かできることはないの。よし、獣王さんの言われ。獣王さんの獣王というのはゲオルギアスのことだったのかね。私はカレギアの初代国王ゴルドバのことだと思っていました。伝説ではそのように言われていますが、しかしまさか裏にそんな意味があったとは。我が王家の聖地に聖獣王が眠っている。お父さんと父上のこと。あの、アガーテ様、すみません。何のことですか。ラドラス様がお亡くなりになったのは、私のお父さんが。そのことなら友人から聞きました。でもあなたが謝る必要はありません。ここも分かってないんだ。あのまだな。私の知るドクターバースは理由もなくあのようなことをする人ではありません。毒殺ね。友人も言っていましたが、私たちが知らない真実があるはずです。
それを見つけましょう。ですから、もう謝るのはなしです。上がって。はい、よし、じゃあ今回はここまでです。はい、じゃあ次回にちょっとね、あのサブイベントの開始やっていきましょうか。どうやらね、あのニノンのイベントが進められるらしいので、それをやったりとかね、いろいろやりたいなと思っております。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。